い、どうもピオキーです。今日もトロールコースター一発マリオやっていきますか。で、最近ですね、福岡弁で実況してくれっていうコメントがちょいちょいあったりするんですよ。僕が福岡の言葉で喋ると言葉が悪くなっちゃうかもしれないんですよね。でもそこはリクエストにお答えさせていただいて、このコースが始まるまでの間だけ福岡弁で喋っていきたいと思います。というわけで、今日のトロールコース、あのコース名反対になっちゃうと思っちゃうけど、あ、ニュートロールって読むと思っちゃうね。そんでさ、説明文見てみて。いつずたシンプルトロール次回長ちことは、このトロールコースめっちゃシンプルなトロールコースと思うんやけど、クリア率はなんと 0.89%。 シンプルな割にめっちゃ難しそうやね、このトロールコース。それじゃあ早速やっていくばい。なんかいつもと違う喋り方でめちゃくちゃ気持ち悪いんやけど。それじゃあ開幕殺し悪いんでしょうか。うわ、絶対この放題なんか出してくるよ。開幕なんだ、開幕濃いんじゃねえか。いや、まあまあ優しいね、さすがシンプルトロール。ただここガチブロックあると思う。あれ、ないね。左上はここは、あ、ここは隠しブロックあるんだね。ということはこれ黄色かっぽくない？優しすぎ。それじゃあこのドアに入っていきましょう。こっから本番っていう感じかな。シンプルトロールだからさ、ここブラパが出てくるみたいな。僕シンプルに強いかもしれない。多分ね、そんなに引っかからないでいけるんじゃないかな。もう引っかかってんじゃねえか。あの金魚に当たらないけん感じね。いや、そもそもよ、ここでキノコ取らないで行っていいんじゃないの。そしたらわざわざプクプクに当たる必要も。いやねえ、じゃあキノコは取っていかなんだね。そんでここでブロックを壊して金魚に当たると。そういうわけですね。それじゃあ進んでいきますか。ここは完全に1/2。いや、真ん中行ってみる。ここはあえて、ここが正解なんじゃない。ははは、もねえか、さすがに。それじゃあ左の方行きたいと思います。頼む、あって1/2。これは、いや、熱いよ。本当に熱いやん。ここ右から行ったらどこに繋がるんだろうね。ちょっとこっちのどか入ってっていいかな。あれ、さっきと同じ場所じゃない？結局この場所に連れてってくれるっていうわけか。それじゃあ進んでいきましょう。今右に SUP って書いてたね。なんだろう、ここは。すぐ右にジャンプ、これで合ってる。皆さん、シンプルの基準って何なんですかね。僕はこのコースがとてもシンプルとは思えないんですけど、結構ギミック使ってるな。それじゃあここはパワーブロックを叩くしかない。うわ、左のパワーブロックが絶対正解だ。これはなんだ。どうすればよかったんだろう、ここ。左のパワーブロックを出したらなんか変わるんだろうね。だいたい僕シンプルっていう言葉に弱いんだよな。服装もシンプルなの好きだしさ、家具とか家電とかさ、無印良品好きだし。じゃあここは一旦投げて、あ、わかったよ、ここ。ここにいるボブヘイを倒しちゃダメなんだね。へへ、やっちゃった。なんでここに出てくるパワーブロックを持ってこの場所で投げる。そしたら右のボムヘイが生きてるっていうことか。そんでこのまんま上の土管に入れるっていうことでしょ。それじゃあ進んでいきましょう。次は何が待ち受けてるんでしょうか。まあシンプルだからね。ほら、中堅ポイントも優しい、取らせてくれるなんて。それじゃあここは一旦オンオフをしておく。そして左の方に入る、それが正解。はっ、いや、合ってんじゃないこれ。え、今日はスムーズだよ、絶対スムーズにいける。いや違うんだって。それじゃあ右上のヒントを見る感じはさ、オンオフをしないで針の下で上ボタンを押せって書いてたんだよね。当たんないのかな。なんで当たんないの。これはシンプルじゃない。今針の下でさ、ずっと上ボタンを押してたんだけど、普通当たるって思うよね。それじゃあここはカメをコインを信用していきたいと思います。邪魔くせえ。あのカメ危ねえ。お前の方が邪魔なんだって。なんでいつもそんなことすんの。バレ、上の10コインあげるからさ、そこどいてよ、このバレ野郎が。シンプルなトロールコースでもシンプルにバネに嫌われてるみたいだね、僕は。じゃあここは急いで行って、この先、なるほど、ここで右のブロック、さっきの違うやんか。これはうまいよ。最初ここ隠しブロックなかったからさ、完全に引っかかったね。それじゃあこの右、これはキノコなのか、本当に信じるぞ、この無機物野郎が。じゃあさ、ここ何もしないでこのドアに入れってことでしょう。はい、どうもこんにちは。じゃねえんだよ。前回ったら、え、なんて書いてる、かんかか読めねえ。
一旦このまま右に進んでってみようか。いや、今のは引っかからなかったんじゃないの。そしてこのスネークブロック頼む。スネークブロック、行き道を記して、僕に光を示して、これか、ここ何もないじゃねえか、頼むって。こっちは、はっ、いや、合ってんじゃない、このまま左進んでるみたいな、ありがてえ、はっ。いや、これ落ちたと思うでしょ、多分中間ポイント取ってると思うんだよね、きっと。頼む、どうだ、中間ポイント。え、いやでもさ、これ怪しくない、多分こっからさっきと違うパターンだと思うんだよね。頼む、そうであってくれ、一旦このまま進んでみるよ。そしたらさっきと違う、やっぱりね、っていうことは中間ポイント取れてたんだ。いや、やっぱりでじゃねえよ、もう引っかかってんじゃねえか。結局それじゃあ P スイッチがいるって書いてたから、この土管 P スイッチが出るんじゃないかな。さっきはパワーブロックだったけど、今回 P スイッチ、やっぱりそういうことか。それじゃあ進んでいきましょう。でここは、うわ、上ドア入れないね、一旦当たってもいいっぽいよね。そしてこのドアに入る、多分ここはチビのままでいいよ。それじゃあ行きますか。はっ、よし、そんなところに、なんかロビエとジュルエットみたいな、きっと助けてくるからね、ヨシコ。そしてここオンをして、うわ、どうしよう、上がって、シソ頼む、上に上がって、ハハハハ、誰が右に重しをつけて。いや、ヨシコ2人目産んでんじゃねえよ。ヨッシーって2匹も生まれたっけ。それじゃあここはもう分かりました、このヨシコに乗って先に進めと。いや、ちょっと待って、これ、ヨシコヨシコヨシコ、そこ行ったらじゃあ、いや、当たればいいのか、一旦当たってヨシコを下に連れてくればいいのか、そんでオンオンをして、ならばヨシコ、僕だけ先に進みたいと思います。この土管で合ってるだろ、きっと。それは分かるかこの土管までは絶対に合ってると思うんだよね。こっから左を進化しろってこと、それでいけんのかな。なるほど、これでいけるのか。さあ、ここはつらら、あっ絶対終わったな、これ、頼む、何か出てきた、救世主、あらー、ここは早く行く、ここは早く行く、あのブラパが降ってくるより早く行く。よっしゃ、来た、このハテナはなんだ、一気アップ、あ、もしかしてこれもうゴールなんじゃない。ほら、一気アップが出てきたってことはね、ゴールが近いと思うんですよ。今 GG って書いてたし、ゴール見えんじゃねえか。ただね、これ右の羽取れないと思うんですよ。なんで上に行くのが正解、そうでしょ、頼む。いやー、たださっき砲台にたまたま潰されちゃったから、ここでバネがあって上に行けるっていう感じなんだね。これはどっち、一旦左行ってみようか、そして一旦このパウ置いておこう。そんで、うわ、どうするんだろう、このパウでオンオフはできないよね。え、パウ投げていいのダメやんか。それじゃあここなんだけど、どうにかしてノコノコを手に入れなきゃいけないんでしょう。ちょっと考えてみていいかな、ここ投げたらダメだったもんね。わかった、これさ、ノコノコに足場を作ってあげるんじゃないの。そしてノコノコがこっちに来て、このオンオフができると、そういうことでしょう。今日謎解きだね、めっちゃ謎、どうしよう、左下行きたいな、頼む、左下合ってて、合ってるんじゃないのこれは違う、何これ、どういう死に耐久だこれは。なるほど、この輪っかの中に入れっていうことかな。これは簡単だね、本当にね。このコース、謎解きコースをしてるみたいだね。いつもだったらさ、一方の方行ってやられて、あ、違った、じゃあ次こっち行けばいいかみたいな感じじゃん。でもこのコースは本当に考えさせられるね。それじゃあヒントに勝ってあった通り、パワーブロック足場にして、これで大丈夫でしょ、これでゴールできるでしょ、はっあのガモンのところにキノコが隠されてるってか、この鉄球こそが。ここさ、矢印下って書いてるじゃん、こっから滑っていってみようか、常に滑っていく。そしたら、なるほど、これでキノコ取れるっていうことで、さあゴールしましょう。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次いや、申し訳ない、急に笑ってしまって、ただ言い訳をさせてほしい。あのサブで見て、もう笑うしかない
笑うしかないじゃん。だサムネ久しぶりだよ、サムネだけでこんなに笑ったのって。最初から完全に狙ってきてるよね、あの放題。まあまあそれじゃあやっていきますか。クリア率は 1.38%。 そして最初からさ、弾が来ると思うんだけど、ギャーとか言わないからね僕。ちゃんとこの放題避けたいと思います。まあまあウォーミングアップはねこの辺で置いといて、しっかりとこの弾避けたいと思います。これめっちゃ難しいんじゃないの。スタートした瞬間右ダッシュは間に合わないよね。それじゃあ次は砲台を左ギリギリで踏んでみようか。そして逃げ出ないね。弾が速すぎてね左側に行けないんだよね。次はさ左にダッシュしながら踏んでみようか。こうこれは絶対無理だよね。ただ皆さん、僕はこのコースをする前に最速タイムを見たんですよね。そしたらちょっと砲台邪魔。そしたら 1.何秒だったんだよね。なんで右に走っていくと、ちょっと砲台邪魔。なんで右に走ってジャンプして間をすり抜けるみたいだ。ほらほら、多分これでいけるっぽいよ。それじゃあ攻略法を見つけたことだし、スーパーローリングサンダーアタック、食らうがいい新しい必殺技、スーパーローリングサンダーアタック、やったどうもご視聴ありがとうございました。皆さん見てもらっていいですか。最速タイムを取ったんですよ。やっぱりスーパーローリングサンダーは世界一かっこよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。